さあ、ここからですね、本日発売の三国志14をご紹介したいと思います。ご紹介してくれるのはこの方です。どうぞ。どうも、こんばんは。はい、三国志14プロデューサー越後屋和弘です。よろしくお願いします。岩井さん、よろしくお願いします。ね、まあ、本日発売のタイトル今日は多いんですけれども、はい、反響の方はいかがでしょうか。そうですね、日本ほとんどなんか好評でいただいているようで、はい、素晴らしい、はい、35周年今年の12月で、はい、で最初何でしたっけ。最初、モント初代さん PC8801 か。あのサウンドボードぶっこんでね、あのえうん、パソコンです。そうですね、パーソナルコンピューターね、はい、はい、そっか、懐かしいな。中学生ぐらいですね、私もね、その頃やから。すごいでございます。俺が名人になった年ですよ。あ、そうか、そうなんですね。うわ、もう35年も経ってんだ。35周年、名人、一緒に35周年、ね、素晴らしい。はい、で、越後屋さんは当時プレイされてましたか。はい、私も中学生でした。あ、そうなら、はい、ずっともう、そうですね、三国志とともに、まあ、はい、漫画が先にあって、はい、あの横山みすれさんで、それで、なんかゲームもあるよっていうので、まあ、うん、といってもお家にはなかったんで、はい、あの塾に行って塾の先生のものを勉強せずにそこで遊んでました。じゃあ逆に信長の野望から入ったとかでもないんですね。三国志が先でした。あ、はい、そうなんだ、はい、でそこで信長もあるんだってな感じ、はいはいはい、ね、渋沢光さんのね、はい、もうすごいですよ、シミュレーションはあの時は。いや、本当ですよね。もうね、その時のパソコンのシミュレーションが素晴らしいっていうのがアメリカの大学の先生が言ったんで新聞記事になったの。あ、それぐらい。そう、83年ぐらいかな、確か。あ、やっぱり日本のゲームのね、感じってやっぱりもうすごい進んでたんです ね初めから、はい、でも三国志といえばね、もう、まあ、仲良い芸人のこのエレコミックのヤツイっていうのが、いや、そうそうそう、ヤツンがなんか、え、フナッシーと、ええ、この男爵ディーノさんと、はい、え、どういうメンバーこれ。三国志大好きメンバーでなんか生放送やったらしいですね。ヤツイさんはわかるよね、はい、すっげえ好きだから、うん、はい、え、他の2人よ、2人っていうか、ふなっしーと1人できるんだかもね。ふなっしーは、ふなっしーはできるけど、やるたんびにあの出るからそのたんびにパソコンが壊れたじゃん。いや、でもとても詳しかったですよ。そうなんですね、はい、今ちょっとふなっしーが一番詳しかったって。え、あ、いや、本当に、え、やつえさん以上に、そうですね、すげえ、すごいな、はい、あの驚きました。うなしがね、本当に底知れないです、あいつは。あいつはわけわからないです、すごいな、はい、あいつの中身どんなのが入ってんだろう。中身とかないです。あ、ないの、あれないです。ちゃんとレントゲン取ったらでっかい骨があります。あ、そうなの、はい、だってご飯食べるとき後ろから入ってるうるさいな、うるさいな。めちゃめちゃ年下に35年が C 言われてたらあかんのペロペロ、テーペロやないやん。さあ、ということでございまして、はい、じゃあちょっとね、この14どうなってんのか、ちょっとプロデューサー教えてください。はい、それではスライドお願いします。はい、その先ほどから話が出てる1985年の初代三国志ですね。右からやん。はい、そうですね、第一作、私も相当遊びましたけど、これで、まあ、何人かで回しながらこうプレイするっていうな感じで、はい、まあ、当時からこういう、まあ、いわゆる勢力が色分けされていて、まあ、自分のいわゆる征服していく土地が、まあ、色で分かるっていうな感じのシステムでした。はい、まあ、今作もこれ、まあ、この雰囲気をあの取り入れて制作しています。なるほど、はいはい、では次のスライドお願いします。はい、で三国志14、本日発売となりました対応機種 PS4 と Windows です。はい、その他ジャンル歴史シミュレーション、まあ、これ昔から変わってないですが、はい、ここはご覧の通りとなっております。はい、はい、次のスライドお願いします。で、特徴ですが、先ほど言った色塗りですね。その色のいわゆる塗りを今回はいわゆる、まあ、
初代はいわゆる州とかそういう大きい区分けだったんですけど、今回は一つ一つのマス、ヘックスと呼んでますけど、ヘックス一つ一つを塗っていって最終的に全土を塗り尽くしてもらうと、より細かくなったっていうことですね。そうですね。塗り尽くせんのかいなこれ。システムとしては、まあ、シリーズの9、11の流れを組む1枚マップ君主制という、まあ、いわゆる君主になって色塗っていってくださいという形になっております。なるほど。はい、次のスライドお願いします。で、本作一番力を入れたのはその、まあ、登場部署、登場人物ですね。これ好きになってましたよ、ね。はい、シリーズ最多で1000人です。1000人、はい、すごい。で、そのそうですね、そのただ単に1000人を用意するだけじゃなくて、はい、さらに個性化も図るためにパラメータだけではなくて個性のパラメータも新たに今回設けて、はい、特色分けをしています。いわゆる長所を、まあ、個性にしたんですけど、それで長所だけではなくて、はい、逆に短所も用意するので、よりその武将らしくそれぞれが動くような形を目指して作っております。なるほど。はい、でもそれ短所見たら大体、あ、こいつこういうやつだなって分かるんですか？そうですね、お話を知ってれば、あの、なんかで失敗した逸話があればそれにちなんだ、いわゆるマイナスの個性がついてる。なるほど、はい、あの酒かっくらって失敗したってやつとかね。そうですね、いっぱいいそうですもんね、昔はね。あとは、まあ、悪行働いてちょっと、はいはい、なんていうんですかね、悪い方のイメージがついてる人とかいうのはそれなりの細かい忠実なんですね。はい、なるほど、忠実に基づいているんですね。そうですね、逆になんでこの個性がついてるんだろうっていうのを、いわゆる、まあ、列伝っていうのもあるので、その武将のいわゆる詳しい説明とかを読んでいただくと、うん、あ、そういうことみたいな。なるほどね、はい、なるほど、分かるようになっております。すごい、はい、それでも1000人か。1000人、さっきもコメントでもありましたけど、1000人も遊べないよっていうコメントが流れてましたけどね。まあ、中国全土で言ったらね、1000分の1なんでしょうけど、そうね、それぐらいいたんですね。まあ、今作そのシステム的にも武将の数がかなり重要になっているので、はい、まあ、そういう意味では数いないとむしろ困る。そっか、はい、なるほど、ないですね、全部自分の仲間にしていかなきゃいけないということなんですかね。そうですね、なるべくならば。なるほどね、はい、そうかそうかそうか。はい、では次のスライドお願いします。はい、その武将だけではなくて君主それぞれにも、あの、左の方が市政という、まあ、いわゆる中央のなんていうんですか、政府の組織図なんですけれども、うん、はい、まあ、それも君主によって組織図の図が形が違うと、うん、まあ、左が曹操の組織図、曹操という君主の組織図なんですけど、はい、それはまあ軍事に偏った形、うん、で、劉備はむしろ平凡というか、まあ、平均的な、うん、他にもいわゆる内政人事の方が強い君主とかもいます、うん、で、一つ一つの内政と呼ばれる、まあ、言ってみれば一個一個の小都市を治めるところに関して言っても、能力値によってその占領速度が違ったりとかいう、まあ、一つ一つ細かいところまで個性が効いてくるというような形になっております。なるほど、ね、右下みたいに変わるんですね。そうですね、占領できるところが、ね、性能の、まあ、諸葛亮孔明ですけど、孔明であれば占領速度速いんですけど、はい、右雑魚武将だとなかなか詰まっていかない。まあ、わかります、わかります。やっぱり後手先まで行ってくんないと孔明じゃないですもんね。そうですね、そうですね、なるほど。やっぱりその人によって全然違うんですね。そうだよね。なるほど、なるほど。はい、以上となっております。なるほど、はい、いえいえ、これもちょっとね、非常に気になるところでもございますけれども、はい、じゃあちょっと実際では早速プレイしてみましょうか。はい、見せていただきましょう、はい、お願いします。はい、では画面お願いします。まずは、まあ、その歴史上の人物だけではなくて、はい、新武将っていうのをその先日の、八井さんとか船橋さんとかやった新武将って、はい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 、あ、そうか、あの、作れるんですよね。そうですね、武将を、その三国時代に、まあ、登場していただくみたいな形をまずは、はい、まあ、実はもう作ってきてます、3人ほど。あ、もうちょっと、はい、ね、悲しいとかも残ってたし、まあ、まあ、そこは名残と思ってください。明治かっこええや。いい、ちょっと一回ふなっしー見てみない、見てみたいです。ふなっしー、いや、ふなっしーじゃん。違う何汁やねんこれ、何汁を食しちゃって。やつい、やつい、やつい見てもいいですか。これ仙台エリアじゃないの今の。誰やねん。誰これ、やつい。どっちか言ったら今立ちやんけこれ。これやつい、全然違う。あ、これはランダムで、まあ、顔選べるような形になってる。それ自動で選んだら、まあ、こういう
あの顔とパラメータになります。あいつもっとこの、うん、ここ裾からも髪の毛もじゃもじゃめっちゃ。まああの当日孔明の格好されてましたし、あそれで軍艦の格好に。だってやついこんな格好よくなったらどんどん奥さんから嫌われますよ。奥さんね。もうブサイクなやつが好き。ねブサイクが好きだったんだから。名人。何これ俺ですか。ふさふさですよ。いやー昔思い出すな。まあ、でもなんかちょっとぽいかな。ぽい？いやいやその、うん、なんか骨格が、うん、あの、うんうん、もしお気に召さなければあのこういう形で新聞紙を選べますので。とりあえず選べるんですね。はい、いやもっとでしょう。なんかねちょっともうちょっと明るめな、うん、明るめな明るあそうか爽やか爽やかな笑顔。めちゃくちゃ笑顔。ちょっとジャッキーちゃんふうなジャッキー・ティンから格好したらこんな風になるっていう感じじゃない？その下、あ、これは猪木さんじゃないですかね。顎が。ね。そうでもね。あ、左じゃん。左この左。これですか？の上です。これですか？これでいこう。そっくり。どう、高橋です。名古屋か、名古屋。高橋です。これが能力値とかも変えられるんですか？うん、あもちろんです。知力にかけて。こちらで適当に入れさせていただきました。はい、もしなんかここ上げたいというのがあれば。いやと僕ね昔ね力強かったんですよ。僕80キロぐらいあったんで。すごいすごい。じゃあ魅力それぐらいですね。魅力とかありますよ。じゃあ逆に知力ちょっと減らしていただいて大丈夫ですよ。いやいやスパーッと行きます。スパーッと。何映画のもっと五角形で。本当？うん、いやでもこれぐらいの方が面白いんだよね。あ素晴らしい。なるほど。平均値って結局つまんないんだよ。あそっかやっぱりね猫も買った方が。ね、ではこれぐらいで、はい。あとは他にもこういった口調なども。とっておきだ。礼を申す。まあこんな形で。落ち着け。逃がさぬ。勝ての戦いはせぬ。普通。耐えてみせる。こういった形で。一個前あの。一個前かな。それでそれか。これかな。これでいいですかね。では。はい。滑稽男。狡猾ですね。狡猾。狡猾だった。滑稽って。ちっちゃい字読めないの。あ、すみません。はい。ごめんなさい。はい。ではこんな形で。個性も見ますか。個性って何ですかこれ。これが先ほどの各キャラクターのさらに能力だけではない。あ、すごい。すごい。150あるやつ。めちゃくちゃある。はい。これを。連射ってないですか。連射。連射ないですね。連射。ありそうだけど。連射はなかったな。じゃあまあいいっすよこれはこれで。はい。ちょっとじゃあ僕こんなところでもう一人ぐらい誰か行きます？そうですね。ね。まあせっかくやからそれはもう高木さん行くか。あ、じゃあ私の。あ！ちょっと凛々しすぎるんじゃないの？ちょっと見てみる。どれがいい？え、かわいい。かわいい。その一番左ってどうですか？一番左。これはもう大陸っぽい。でも絶対強い。絶対強い。めっちゃ強い。暑いところの風感じねえ。なんか踊り出しそう。まあこんな。どの子がいいかな。みんな可愛いな。今のまで色っぽくはないよねまだね。そうですね、色っぽい女になりたいんですよね。あの決して俺お酒飲んでませんから。どれが近いやろ。どれだろうね。それだろう、まあ、あとはこれ新武将用ですけど例えば実際の武将には、はい、あこれはあれですね。あこういう実際に、はい、あこれいいじゃんこれ。あでもかっこいい。こんな感じのこれにしようかな。はいはい、いいんじゃない。女性の口調も、はい、できます。妖艶女がいいんじゃないですかね。妖艶な女がいいな。妖艶な女になりたいな。そうなの？なりたいですよ。はい、はい、まあこんな形で個性も最初からこんなのつけております、はいはい、毒の影響を受けないとか強そう。先方治癒あヒーラーでもあるってことですか。治療とかつける。そうですね、これはいわゆる戦闘中に発動する、はい、いわゆる、まあ、言ってみれば必殺技のようなものですね、うん、激励と負傷兵回復する治療とあとは青鸞っていう、はい、いわゆるあの城攻めの時に、はい、その中の兵士を攻撃しやすい、うん、ああいいんじゃないですかね。じゃあ強そうですね。攻めも守りもそうですね、うん、はい、はい、こんな形でありがとうございます。はい、でこれを使って、はい、実際に登場させていただこうかと思います。はい、はいはい、
あ、これ結構。そうですね。ちょっと、まあ、柳原さんも実は作ってたね、このまま。ですね。はい。えらいかっこよかったけど。はい。では、配置しますね。これ突っ込むことしかできないけど、大丈夫かな。いや、敵に突っ込むのは大事だよ。大事ですか。うん。あの、歩兵として。いや、一番最初に殺されるやん。ではまあ、これ群雄割拠と呼ばれる一番いわゆる勢力が入り乱れている状態の孫策というところです。孫策、はい、これから強くいわゆる成長していく勢力ですね、うん、かなり武将も優秀なところですけれども、うんうん、はい、ここに、登場させる形でやろうと思います、はい、すごい難易度も選べるんですね。難易度3段階あるんですね。そうですね、できるんですね。反董卓連合の勢いに呼応、はい、こんな形でいわゆるシナリオの背景を落葉に火を放ち、長安に遷都した。はい、あの、だいたいこういう流れで今これから始まります。董卓の防勢はとどまるところを知らなかった。これが、まあ、あの、討ち取られた後の絶世の美女、朝鮮に惑い、呂布に撃たれた。はい、ナレーションは津田さんですか、これ。そうです。一方、今回は、はい、お願いいたします。連合軍は瓦解し、諸侯はそれぞれの思惑で動き、忘年会で会えてないんだよね。まあいいや、はい、はい、ではこれってあの、はい、始める国によってなんかこう難易度って変わるんですか。そうですね、変わります。変わるんだよ。今選んだ孫策は比較的このシナリオの中では楽な方だと思います。あの、ちっちゃいですけど、中にいる武将たちの性能がすごい優秀なのが多いので、どっから始めてもいいんですね。そうですね。なので、おそらく慣れた方であれば、はい、慣れているほど弱いところから始めて、そこでもこう逆転できるかっていうのを楽しんでいただけるかと思います。まあ、戦略次第ですもんね。そうですね。曹操とかに来られたら、ね、絶対無理なんですね。はい、では、あの、ここから先は、はい、あの、商品買っていただいてご覧いただければと思います。いや、もうそれで十分です。はい。で、シナリオの始めにこんな形で、歴史イベントが始まるものもあります。はい、これは、あの、孫策という、まあ、まさに独立しますというお話を説明します。これからね。はい。まあ、ちょっと、すいません。スキップ機能、サクッとスキップさせていただきます。で、この形で、ゲームが始まります。まずは軍師がこのような形で、説明をしていただきます。周遊、はい、これ、まあ、全武将中でも一に争う強さです。そうですね、はい、有名ですよね、うん、私でも知ってます、はい、この画面今見ていただくと、まあ、3色少なく4色ありますね、はい、こんな形ではっきりとマス目が色塗りされている状態からスタートします、うん、で、このいわゆる白、空白地と呼ばれているところを塗りながら、最終的にはちょっと拡大します。これがこのゲームの全部になります。すごい広い。今この赤孫策ここです。これからスタートして最終的にこれ全部を塗っていく。そうですね、真っ赤に。いける。これシナリオの一つですよね。そうです。ちなみにこれクリアするったらどれぐらいの時間、はい、まあ、通常40時間ぐらいになるんですかね。あの、途中で大きくなると軍団を任せることができるんですね。あ、それで、まあ、そっち側埋めといてって言いながら自分はここに集中っていうこともできるんで、いわゆる前後をやらなくても済みます。いや、40時間だったらね、1週間で1つのシナリオっていうのもできるから、はい、そうですね、いいんじゃない。いや、これでも全部赤く染まったら気分いいやろ。いや、気分はいいよ、うん、まあ、そうですね。あの、途中どれぐらい、まあ、セーブデータを労働するときもあれどこまで進んだっけなっていうのが、まあ、色で一目で大体分かるので、そういう意味では思い出しやすいというか、うん、でもこんな全土征服したら俺周りの人間にちょっと態度偉そうになってしまう。何故そんなことを申すか。水をて、まあ、ちょっと行きましょう。緑水をてとか言って、はい、では、もう手短に、はい、出陣させていただきます。先ほどの3名で、はい、頑張れ、頑張れ、ね、頑張れ。柳原かっこええなこれ。誰やこれ。すごいイケメン。もうこうやって並ぶんだったらもうちょっとかっこいいのにしようかな。いや、この顔にして正解ですよ絶対。本当に分かりやすい。これですぐ負けたらさ、もう最悪だよね。いや、なんかあの俳優さんに見えてきたっていうか、軍師っていうより、あの、単なる商売人っていう感じ。確かに
はい、まあ、この形で、出陣の時にはこう陣形を選んだり、あと先方もまあもっと数がある場合はその先方の中から選んだりという形になっております。でこれを編成した後に出陣先を決めます。そう、例えばここ中継してここまで攻めていくという形で指定するとこういうふうに、これで決定をするとこの命令が下ります。ただこの時点ではまだ作戦は発動しなくて、このあとこの左上の進行ボタンを押して初めて動き始めます。で動く時には敵と味方が同時に動きます。あ、そうなんですか、はい、普通のシミュレーションってこっちがやったら次は向こうがやってっていうのをやるじゃないですか、はい、同時、はい、同時です。あの命令下すのも基本的に、まあ、順番はありますが、はい、みんな命令を下した後に一斉に動くっていう形です。あ、なるほど、リアルリアル。そこら辺普通のやつと、うん、リアルですね。一応今回、まあ、これが三国志9でも採用してた同時プロットと呼ばれるもの、まあ言ってみりゃそうかそうか、ポーズのあるリアルタイムみたいなイメージでいただければと思います。だってなんか、後出しされたみたいな気になりますね。そうなんだよね、なんだこっちの弱いとこばっかり攻めやがってとかさ、俺はこう動いたからそう動いたんちゃうみたいな、うん、まあこれはそのいわゆるあのそういうなんだズルはない代わりに、うん、相手のいわゆる CPU の AI も読まなくちゃいけない、うん、なるほど、はい。ではまあ早速動かしますね。はい、進行を押すとさっきの命令が実行されます。けやめやら。こういう時は向こうに孔明がいると思って出ますね。この3人でいけないのかな。遠くだとああいう風にこういう省略された形で表示されます。近くによると近くはここまで寄れます。すごい。兵がいますね。はい。こんな形で。はい、で今いわゆるこれで1ターンが終了です、ね。はい。でまあ、じゃんじゃん攻めていきますね。とりあえずはさっきは先まで行ったから、はい、次のターンはこれ指定できないってことですか。いや、して、ま、でここのターンでまた変更もできます。あ、そうなんですね。とりあえずさっきの命令が最終的に実行されるまでは継続します、うん、その命令、はい、なので、はいはいはい、今マウスを合わせるだけでこのようにあのここまで行くっていう命令が残ったまま、うん、今黄色のラインが残ったままですね、うん、っていう形です。なのでこのまま進行ってやると引き続き、うんうん、動き続けます。戦略中いけいけ。で進んでいくとこういう風に自分の勢力で地面が赤く塗られていきます。はいはいはい、うん、あ、でもそこは塗り替えされへんねん。ピンクになりましたよ。これはまだ敵の勢力だからでしょ、塗り替わらないのは。あ、いえ、これは一回塗ったんですけど相手勢力で塗り替えされたってやつです。あ、なるほど、なるほど。でかいもんだって。でかいから兵もいっぱいそう。いや、もうおい戻ってこやなきゃな、無理だ。今これこの次のターン本当にそのまま動くと今数字がここで受信っていうところが2万4000の分数で5000ってなってますけど、はいはい、このあと2万4000が出てきます。うわ、うわ、そういうことか、うん、はい、うん、まあ、なのでここで待ってると空いてきますので、やばい、まあ、とりあえずはそのまま見てみましょう、うん、はい、どうなっちゃうんだろう。困るね、ほんまに。死んじゃったよ、死んでる、バレたか。でもあっちに行きましたね。あら、行った。というわけでバカめそうか、向こうは向こうで進軍してるぜ。はい、よっしゃ、手薄や。いいぞいいぞ。これで今5000に、はいはい、おお、勝てるんじゃない。ことぶきも春もないぞ、お前らには。行け行け行け、まあ、こんな形で、どんどん、まあ、占領が、まあ、うん、他の勢力もこのような形でじゃんじゃんと進んでるんですね。それぞれの思惑に応じてもうここやり合ってますね。うわ、本当だ、やり合ってる。接触はしてないですが、まあ、こんな感じで多勢力は多勢力でしっかりそれなりのアルゴリズムでちゃんとそれぞれの思惑で動き始める。こういう遥か遠くのところでもしっかり動いてたりとか。いや、これ大変だな。その左上のその命令書の数だけ指令を出せるってことですか。そうですね。あ、10個出せるんですね。そうですね。ちょっと10個ちょっと出してみてくれません。うん、ります。どういうふうに動くか。はい、例えば、まあ、これ地域内政と呼ばれる、はい、この占領した府と呼ばれる小都市ですけど、まあ、ここに誰か、はい、置きますね、はい、これ土地占領という数字が高ければ高いほど、うん、いわゆる空白地を埋めていってくれる枚数が増えると思っていて、うん、移動した周りをちょっと太く、そうですね、潰していってくれるんですね、はい、でそれ自体が、はいはい、いわゆるそのいわゆる
なんていうんですかね、マス目一つ一つに、まあ、誰か村人なりなんか住んでいて、うん、その収入が増えていくと。なるほどなるほど、はい、まあ、なので、じゃあちょっと多めに行ってみますか。そうですね、あの、うん、少ないよりちょっと多めに、はい、長所、長所ですね、長所。これはもう政治力98の、いや、もうベテランやな、これ。すごい、もう板垣大介でございます。まあ、これで今一人命令したんで、はい、命令書が1、はい、という形で一人につき1命令書みたいなイメージだと思っていただければ。ここもこんな形で埋めたりとかいうので、これで2枚ですね、はい。で、他にやれることはまだまだたくさんあって、例えば先ほどの中央の政府はこの市政というコマンドで、今君主と軍師しか埋まってませんけど、例えばここに戦闘のこういう、今言ってみればバフですね、はい、を例えば、うん、名人、名人をここに配置すると核抑人権の効果が上昇する、効果が準備期間10日の後に発動するという形です、はい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 。これでまた命令書が1減って、うん、支援で例えば高木さんを置くと、はい、これかなり強い政策ですけど、はい、支援の効果、この一つ一つの効果すべてを一度に発動できるというすごい能力で、コスト7だからこれで終わり、これでもう総コスト20です ね、 ね、はい。あとは例えば、まあ、ここに公開内政で柳原さんみたいな形でこういうふうにコストが埋まっていきます。で、これでもうあと3ですね、うん、あとは例えば人材探索をしますと、この都市の人材を、はい、まあ、3人ぐらいで探索しますと、はい、これで命令書が全て使い切った状態です。なるほど、どうされましたか、はい。でこの移動も結局、まあ、できます。あと他にここでちょうどイベントありますね、はい、こういうイベント、歴史イベントも起きるようになります。なるほど、はい。これはあの歴史イベントは今回あのこんな形で条件が見えるようになってて、発動できる条件、発動できない条件がどれぐらいで達成できるかっていうのが見えるようになっています。現在日付がとか、そうですね、もうこれ歴史ってありますけど、この歴史イベントがこれだけ用意されているというものですね、はい。まあ、ちょっと今とりあえずこのは進みますね、はい。さあ、いやーすごいな。あ、先ほどのあの人材の探索で周囲がロシクを発見しました。おお、いいぞ、スカウトした。これまあ有名な武将です、ロシクも、ね、はい。まあダメな時もあります。なるほど、見つからなかった。これもあーダメだ、3分の1、何を言うのもらった、成功率3割、はい。そういうこともあるのか。そうですね。で他の内戦のところは、例えば今これターンが終わるとここ埋まりました、すごい、はいはい、一気にこんな形で、あのそこの負の近くは埋めていってくれると。なるほど、これのスピードにも差がありますと。はいはい、なるほどね。では戦ってほしいね。あ、いけるかな。あ、そっか、連合してるからここには攻められないのか。あ、攻められないか。なるほどね。じゃあこのまま素通りしてっていう感じになりますね。なるほど、まあ、例えば連合してるとこのまま進軍もできちゃいます。へ、といった形です。はい、はい、ちょっとすいません、あの、あ、いやいや、はい、大丈夫です。まあ、今ちょうど同盟関係結んでるので攻められなかったんですけど、うん、まあ、こういうふうに接触すると戦闘にもなる、うん、他にもおそらく戦ってるところはあるんじゃないかな、残念ながらないか。あ、これがそうかな、ひりょ、すごい、どんどんこれぐらいまで寄れたりはします。なるほど、すごい、かなり、西の方に行くと山の地形になるので、これぐらい険しくなります。いいやな、すごい、こんな地形もリアルだね。はい、まあ、こんな形で他の領土をいわゆる占領しながら最終的に縫っていくゲームと、およそこんな感じで思っていただければと思います。すごい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでございまして、いや、なかなか
ね、やることがたくさんあって、ね、たくさんあって、ね、楽しそうでございますけれども、さあここで改めてですね、ジュガイさんに、はい、いろいろお知らせの方をお願いしたいと思います、はい、では、スライドの方お願いします。まず、なんじゃこりゃ、三国志14とライザのアトリエとコラボいたします。あ、素晴らしい。まあ、弊社の別ブランドのタイトルですけども、はい、これは三国志の中の宮廷の中の踊り子さんですかね、はい、いえ違うんですね、武将で出ます。はあ、あの絵のタッチはどうされるんですか。ママ行きます。すごいな、はい、あんなすごいコラボ、あんな劇画の中に、はい、いいですね、まあ、あえて入れてみました。すごい異世界編みたいになるわけですね、はい、一応あの先ほどの個性だったり戦法も、はいはい、まあいわゆる彼女たち専用の個性だったり戦法だったりが用意されます、キャラに合ったやつが、はい、2月末より DLC として無料で配信いたしますので、無料ですね、はい、はい、では次のスライドお願いします。あ、はい、これこそだから孔明とかがパイロットになって宇宙へ、逆で、いやいや逆ですね、いやいや宇宙から攻めたらあっちゅう間に攻められるから、いやあっちゅう間だけどさ、こう人がね、いや宇宙行った方がさ孔明の知力が生きるって強すぎますから孔明も持て余すって宇宙さすがに空気ないとわからんって。そうだね、火起こして風吹かへんって、まあ、あえてあの、うん、ニエデのキャラクターたちにあのここに降臨してもらう形です、うん、なるほどね、はい、同じように武将として登場しますので、こちらもあえてご期待ください。ここね戦略に長けてる人とか、ね、いっぱいいますからね、はい、これはもうタイムカプセルで来るんですかね、はい、これはだからね三国志と銀河英雄伝好きな人間にはもう、うん、まあそうです、たまらんやろな、まあ、ぜひご期待いただければお願いいたします。両方網羅してるやつはすごいけどね、はい、では次のスライドお願いします、うん、今後の DLC の予定です、シーズンパスというもので、公開しますが、はい、第1弾は本日も公開されています。カオシー G セット、先ほど の新武将の顔の、はい、いわゆるバリエーションがさらに増える、うんうん、いいですね。他は、右側 の決定済みの追加シナリオというところにある4つの、はい、有名なシナリオ、はい、戦いですね、を、随時追加。あとは、編集機能、まあ、こちらもいわゆるおなじみシリーズのファンにはおなじみなんですけど、武将の編集とか、うん、BGM の編集とかといった機能を公開いたします。あと難易度も、はい、元々の初級中級上級3つあるんですけど、はい、まあ、おそらくこの頃にはもっと強い難易度を欲しいだろうというところで2回ほど難易度の追加を予定しております。やり込める、こちらもよろしくお願いいたします。この追加シナリオだけで半年遊べそうですよね、さっきの、ね、そうですね、感じだとね、はい、ぜひ遊んでいただければと思います、はい、次のスライドお願いします。そのシーズンパスと、通常版との、まあ、言ってみりゃコンボですね、はい、デジタルデラックスエディションです。こちらも販売しておりますので、よろしくお願いいたします。次のスライドお願いします。あとはこちらデジタルではない、いわゆる実物の方ですね、はい、トレジャーボックスになります。千人の武将のアートブック、まあ一部ですけれども、そのいわゆる最新のビジュアルの一部紹介させていただくもの、あとはそのビジュアルをクリアファイルにしました、はい、あとサントラですね、はい、この形でかなりクリアファイルも、丈夫にできているものですので、ぜひご期待ください。ね、はい、今ずっと流れてる音楽も、ね、うん、もう高級中華料理屋に行かないと聞くね、こうなんかね、こういう何ていうの、高級やったかな、そうだね、音やずっとしてるわ、まあ、僕の好きな中国飯店でよく流れてるよこれ流れてます、これ違う曲です、これじゃないでしょ、いや別だ、いや三国志の流れだったらすごいよね、だから中国飯店にこのサンプルあげとくわ、それが一番素晴らしいと思う、うん、はい、はい、次のスライドお願いします。そういうコラボもあるやん、はい、さらには、限定セットということで、なんだこれ、なんだこれは、主牌と絵皿ですね、これってゲーム内じゃなくて、はい、リアルグッズでございます、リアルね、はい、酒杯ってあの、はい、漫画だと結構ね一升ぐらい入れてこう飲んでるじゃないですか、あの樽で飲んでるんですね、うん、ではなく、うん、あのこれぐらいで乾杯、1号ぐらい、1号ぐらいですね、ああ、うまい、紹興酒うまそう酒飲める人はね、あのしっかりとあの飲めるちゃんと飲用可能なちゃった形で、本格的なものを作っております。グッズ的なものじゃなくもちろん、いや飲める、朝一あれに牛乳入れてこう思えて一日の仕事のお前
ポジティブさ変わってくる。牛乳なんですね。いいよ、コーラ入れればいいんだよ。コーラ入れたいです。そうそう、あの毛の抜けたコーラ。一応絵皿もレンジ可能のはず。レンジ可能。すごい、飾る用じゃないんですね。一応飾る、ちゃんと台ついてますから。あ、そうなんですね。レンジか。でもちゃんと対応してるんだ。IH はダメですかね。IH には対応してる。いや、あれがチーンって言うてあれが出てくるんですよ。目玉焼きが乗っててね、オムレツ。結構なシーンでしょ、あれも。そうだよね、すごいよこれ。はい、では次のスライドお願いします。あとは、ダウンロードの早期特典ですね、うん、まずは、発売今日から2週間配信いたします医療の戦い、こちらも有名な戦いになりますが、うん、ぜひお急ぎいただければと思います。なるほど。あとは次のスライドです。まあ、あの制作途中に1回プレイデータ収集版ということで1回あの意見収集させていただいたんですけれども、はい、まあ、そのダウンロード数三国志にちなんだ数字達成しましたので、有料 DLC のシナリオ聖死聖変というかなり後期のシナリオなんですが、こちら期間限定で無料配信しております、うん、こちらの方もお急ぎいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、いや気づかなかった、三国志ってああやって表記できるの、はい、気づかなかったな、はい、そうだね、まあ、これ1月29までだから2週間そうですね、ですから、はい、急がないとダメですね。そうですね、これ特典もいろいろありますし、うん、お早めに、はい、ね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いや、俺作品欲しいなぁ、ね、では最後に、はい、最後次第、はい、改めまして、はい、うん、最新作三国志14本日発売いたしました、よろしくお願いいたします。はい、他各国アジア各国出ておりますので、はい、すごい、同時発売、ぜひ皆様遊んでいただければと思います。はい、はい、以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にね、今日もで大変やったと思いますけれども、はい、発売できました。本当に素晴らしいでございます。はい、じゃあ最後あの視聴者の皆さんに、はいはい、一言お願いします。はい、本日発売となりました三国志14、まあ難しいって思われる方もいるかもしれませんが、あのチュートリアルもしっかりと用意して、あの初心者でもしっかり遊べるようにできてますので、うん、ぜひ初心者の方も一度触っていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これ全然別に、まあまあ、何よりも勉強になるしね。そうなんですよね。素晴らしいでございます。はい、ということで本日発売の三国志14について教えていただきました。市川さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。冒険。